おはよう。あれ、こげ茶くんがいない。おはよう。おはよう。こげ茶くん。こげ茶くんいた。おはよう。おはよう君たち。起きたじゃ偉いじゃん、こげ茶くん。おはようございます。外は、雨は降ってないかな。降ってはないです。うん、雨上がりって感じ。どうした、なんかすごい顔長くなってるよ。顔長い、顔が長いどうした、今日は散歩できますか。今日できるよな、多分。本当ですか。うん、日が出たら、もう待ってんの。はい。こっちは準備できてます。下行く。うん。二個。疑いの目。メリー。メリー。起きたね、珍しく。抹茶レモンティー、めっちゃ美味しい。めっちゃ緑だな。巻きが薄い。これ巻き。端材。メリー、メニューは何ですか。今日はコロコロフードボールにミートボールに鶏肉のテリーヌを添えて聞いたことある。はい、どうぞ。特別仕様となっております。おはようございます。おはようございます。斉藤です。くし、あ、ゆっくり朝を過ごしました。すがすがしい朝です。いや、マジで病んでよかった。本
当に、うん、ちょっとだけど焚き火できたし、うん、気温もぐんぐん上がってきて、いい感じ。今何度だ？今外14度ある。暖かい。昨日寝てて最低が6度、うん、だから結構真冬ですね。ね、真冬でした。普通に気温差半端ない今日。今日の朝ごはんを発表されます。はい、はい、サーモンとほうれん草のクリームパスタにしました。鴨だしなんか似合うね。鴨だしばっかり食べてる。鴨だし、朝鴨だしってなんかよくない？うん、なんか最近そばが多かったのと、家でも結構そばうどん食べたから、なんか違うの食べたくなっちゃった。このさ、ホワイトシチューとかクリーム系って私朝しっぽり食べたくなる。しっぽり、美味しそう。寝れました？がっつり寝れました。気がついたらもう朝でした、ね。テントの中は暖かかったよね。うん。まあでも一回ちょっと寒かった。6度の時にちょっと寒かった。なんかやっぱシュラフが剥げちゃうと、うん、取れちゃうと寒いけど。あのシュラフはやっぱ暖かいね。あったかい。もう入っちゃえば最強です。なんだっけ、ナンガとサバティカル。あ、サバティカルか。のコラボシュラフ。うん。650。600？ 600。うん。600で全然なんか年間使い続けれたね。なんか1000とか900とかあるじゃん、うん、上にも、うん。もちろんうちのより高いんだけど、うん、俺らのキャンプの感覚だと、うん、そんなに厳しいところ行かないじゃん。うん、行かない。まあ行っても年1回とか、うん、すると600で結構十分かなっていう。そうだね、うん、逆に900とか1000とか超えてくると、うん、本当に寒い時しか使えないっていうか。わかる、ね、この季節だともう暑くて使えないみたいな感じもあるかもしれないよね、うん、言うてもその今使ってるサバティカルとナンガの600以外にも結局もう1パターン薄手の、あ、スモアの、結局そう、スモアのは持ち歩いてますからね。スモアのライトダウンシュラフ、うん、封筒型、うん、あれもだいぶ使えるよね。使えます。夏、うん、真夏以外はほとんどそれかな。だからそうだね、結局2種類は使ってるかな、うん、このさ、うん、L&C のカトラリーセット、これさ、エコ素材で作ってるからすごいいいんだけど、やっぱ箸ちょっと弱いね、うん、力入れると曲がるっていう、なんかこうちょっとこうなってる、うん、まあしょうがないのかな。まああったらいいねな、コンパクトな3種類、うん、フォークとスプーンと箸なんですけど、まあフォークスプーンあるのはありがたいからね、うん、ここに全部入ってるっていうのは。そう、勢いよく行きましたね。絶対こぼれるやん。あ、それすぐかき混ぜないといけないんだ。行ってまえ。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。逆に。逆にね。おやつタイム。今日のおやつのメニューは？今日のおやつはこちらの、なんだこれ、貝ひも、貝ひも風芋です。お芋です。貝ひも風芋、貝ひも風芋です。よし、これ行こうぜ。猫はおやつの後に復活旅をするという不思議な特徴がございます。第2回戦ね。あー、やっぱりカモ。カモうまそう。カモかもしれない。そうかもしれない。早く食べな。どうしたんだよ。つぼった。なんでだよ、自分じゃ。いいかもしれない。やっぱそうかも。助けて。
はい。温まるね。うん。よかったね、やっとだね、ニータ。よかったね。お散歩行けるね。お散歩行く？落ちる落ちる。お散歩行く？行く。メリーも。メリー行くの？え？行く？メリー。お散歩行く？メリー。行くの？何それ？行く？行くんですか？メリー。行くんですか？なんでその機械みたいな動きするの？行くの？なんでガタガタしてる？行くの？お散歩。お散歩行く？はい、おいで。おいで。おいで。行こう行こう。お散歩。メリー。お散歩だよ、お散歩。行くでしょ？行こう。メリーさん。お、ニーニー、ニー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 。ハト来たよ。ニーニー、ハト来た。見に行く？見に行く？ハト。松ぼっくりがたくさん落ちてる。綺麗な炊事場だったな。うん、いい景色、こっちも。あ、天下がある。いいのかしら。キュアップ広い。あ、めっちゃ景色いいじゃん、こっち。すごいよ、景色。景色やばくない？あっちなんだろう。こんなにいい景色だったんだな。ねえ。あ、ここがもう一個のトイレ？あ、これじゃない。うん、近いね。へえ。あ、広。あ、あんな風に遊具があるから、子供たちの声が。楽しそうだったのね。それは楽しいわ。この7番すごくない？うん、すごい。うわ、あ、まだ下にあるね。うん、すごいすごい。あ、すごい。めっちゃにぎやか。おお、いい景色です。すごいね、花咲いてて。いい景色だね。いい景色だね。だいぶ日が出てきてくれたから、今乾かし中です。上も今ちょっとメッシュにしました。ここがね、だいぶ俺、よいしょ。俺慣れてきたけど、よっ。まだ怖いね。よいしょ。はい、こんな感じで全部メッシュにして開けるとめっちゃ開放感。これ夏はすごいいいと思うんだよな。涼しく寝れそうで、一応あのパイル地のベッドシーツを買ったので、あれはもうそのまま敷きっぱなしでいいかなと。こんな感じで、
い。すいません。すいません。どうやって畳んでる。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。よし、ありがとう。小選挙オートキャンプ場戻します。なんか施設も回りたかったんだけど、うん、どんどん新しく泊まりに来る方が入ってくるから。そうだね。あと連泊の方がいたり。そう、今日がね、今土曜日なんで、うん、そうなの。だからちょっと申し訳ないんで、うん、今回は、うん、なしにします。はい、ということで、はい、なんだかんだ11時ギリギリに出てきました、うん、でちょっと早めなんですけど、小腹を満たすために
ワンちゃんと入れるほうとう屋さんがあるので、やっぱほうとうですよね。やっぱり山梨といえばほうとうです。ここにもいっぱいあるもんな。ほうとう目指していきたいんですけど、森の駅昇仙峡っていうところで、はい、まあ、ほうとうだけじゃなくて森の駅なんでお土産買えたりとかアイスクリーム食べれたりとかなんかいろいろあるっぽいので、うん、このキャンプ場の近くにもワンちゃんと入れるペット大歓迎って書いてあるほうとう屋さんもあるんですけど、うん、ちょっとそこだけってなるのもなんだから、これは怖いですけど行けますかね。急にあれ昇仙峡ラインだってこれバストラック禁止ですけどね。あ、本当だ。あ、これがほら噂のすごい渓谷じゃないですか。あ、そうなんだね。すごいですね。すごいね。おお、すごい。日本遺産っていうことでですね、昇仙峡。そうなんだね。はい、日本の遺産になってるみたいで。うん。あ、川もすごい綺麗。しかも大きい岩。なんだこりゃ。あ、すごい。わあ、綺麗。おお、すごいですね。すごい。いろんな岩、いろんな石から成り立ってて、そばと水晶の里などいろいろあります。でもらったんですよね、それ。あ、そう、今ちょっと半分にお茶ついてるけど、これ観光案内ですよっていただいて、すごいです。こういうその絶景を見ながら歩いたりもできるということで。うん、すごい。何これ。すごいじゃん。やばい。うわ。ハマグリ石。ハマグリ石。うわー、グリハマがここでも見られる。これじゃない？これハマグリ石？ハマグリっぽいのにちょっとこの木の枠っていうかこのなんていうの柵？柵にかかってちょっとうまく取れなかった。わあ、桜もいいね。こんなとこでのんびりと。名水百選ですね。すごいところなんだね、ここ。それでは森の駅。おお、滝はどこにあるの？じゃあ影の森だって。これですね。これですね。森の駅、昇仙峡到着しました。はい、到着。近かったね。あのキャンピングカーショーだっけ？うん。で買ったやつ。はい。2個目利用のさ、うん、持ち運びリュック。なんかリードもついてんだよね、実は。あの2匹分入れてもらって、うん、最初1個だけついてたんですけど、2頭ですって言ったらもう1本。このつけてくれたんですよね。これね。そう、伸びるタイプので結構こ自転車、分かったよ自転車用にさ、うん、買ったんだよね。そうで、なんでこれにしたかというと、よいしょあのなんかハードとソフトの間っていうかさ、うん、この硬くもなく柔らかくもない。あと底がものすごいしっかりしてて、そこはもう全然曲がんない。そう、結構2匹の重心でやっぱり下がっちゃうのと斜めになっちゃうんだけど、うん、これはかなり固定されてる。そう、うん、っていうのと、なんかこの一人でこう背負ったりするとき、前に背負ったりとかするときも、うん、あのここにもこの外しがついてるから、うん、結構一人でコントロールしやすいっていう、うん、でこれが S だよね、サイズ。小さい方ですね。そう、一番小さいのにしてて、目安6キロなんだけど、うん、バッグの、うん、で狭、こうやってさ、狭いかなって思ったんだけど、お店の人があの自転車乗るなら、うん、ぴったりの方がいいよって言ってて、案外これでものすごい2人は落ち着いてるんだよね。そう、これすっごい落ち着くみたいで。これ見てください、この満足感の顔ミニはこのカバンが大好きでね。そう、家でさ、置いといたら入ってる時あるんだよね、一人で。そう、よいしょ。あとここにね、
うんち袋入れられる袋をつけてくれていて、うん、ポケットなんかもありますし、色もいろいろありましたね。ここがすごい硬くて、うん、こうなんていうの、これ持っててよれないからさ。よれないです。こうやっぱりワンちゃん斜めになるとバタバタ嫌がると思うんで、こうやって見た時にそこが地面に対して平行になってるんで、うん、安定感が。もちろん後ろにも添えるし、はい、こう前にも添えるしっていう、うん、すっごい楽です。これ楽だよね。一応なんか楽天とかにも売ってたから、はい、リンクを貼っておきます。はい、ぜひぜひ。なんかね、インスタでこれ写真出してて、あのレビュー待ってますっていうコメントいただいてたので、はい、リンクを貼っておきますね。楽天ぜひぜひって。なんていうとこだっけこれ。なんか大、あ、大好きリュックだ。大好きリュック、うん、大好きリュック。なんか優しいオーナーさんが売ってましたね。でここがさ、ここ、こう完全密閉してくださいねって、電車とかだこれ閉めれるね。そうで、こっちも開く、大きく開けることもできる。こっちも開く、はい。でも脱走しないようにもうね、うん、なかなかこんななんかかっちりしたバッグなかったからね。なかなかない、うん、で心配だったらさっきのリードもつけとけば、はい、自転車とかだったらね、うん、そうだね、落下したら怖いからもうつけとくと、うん、まあ、一緒にこう自転車乗れますっていう感じです、はい、おすすめ。これ今度旅にも持ってこうと思って。そうだね、ペットカートってさ、うん、めっちゃでかいんだよね。そう、あとなんかエスカレーターとかしかない時とか結構大変だったりするから、キャンプ道具とペットカートって結構大変です。荷物になるよね、うん、ちょっと私一旦中で言ってくるんで。あ、はい。わあ、これだ、ほうとう、これあるよあ、こっちだ、ほうとう、かぼちゃのほうとうです。わ、きのこほうとう、あ、これか、これだ、うまそうじゃん、ニコメリー、かぼちゃほうとうだ、これだ。あ、うまそう。入り口付近の席の、入り口付近の席のみってことで、あっちで。あっち、はい、じゃあ、 あの広いとこ使っていいってこと。そう、じゃあここで、ここ、うん、あ、いいっすね、室内でいい。そう、ここかウッドテラスかっていうことで、うん、あ、そうなんだ、はい、じゃあハルピンソファーの方行って。なんかメールでお問い合わせしたら斉藤さんですねって覚えててくれて一応ね、前もって確認してメールで聞いてました。よかったな。じゃあ注文しに行きますかね。うん、何がいい？これ行ってこようか。かぼちゃほうとう。私もかぼちゃほうとう。タロちゃん絶対キノコにしよう。キノコかな。ちょっと半々しよう。で行ってくるわ。うん、すごい。すごくない？美味しそう。美味しそう。一個にする？一個にする。じゃあどれかな。ホット。どれがいいかな。レモネードか、レモンソーダ。レモネード、レモン入ってるかき回した方がいいのかな、蜂蜜、うん、種か、種か、蜂入ってるのかと思った。元本、元本でもない、蜂が運んでくれてる。元本うまい。蜂蜜美味しい、やばい、めっちゃ美味しくない？うまっ、濃いよね。回復する。有名な養蜂場があるってことかな。そうじゃない？ね、なんか混雑する前に来れてよかった。自社提携養蜂場。あ、はい、ほんとだ、来ました、すごい、すごい。こちらかぼちゃほうとう。大好きかぼちゃ。俺はね、きのこほうとうにしました。めっちゃきのこ入ってるじゃん、うん、すっごいでっかい。なんかライスもあったんだけど一応やめときました。あー、途中で追加オーダーしないように心がけますうまい、温かい。うわ、うまー、うま、やっぱ味噌最高。かぼちゃでっかでっかいで、こん
の不揃いの感じがさ、うん、もちもち感半端なさそう。うわ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 大丈夫か自分が汚れるのはいいんだ。ちょっといいんだけど、熱かったマジで。うわうま、なにこれ、うん、本当のほうとうってこんなもちもちなの、うん、うま、めっちゃコシある。なんかいろいろ買ってさ作ったりとかしたんだけどさ、私の茹で方が下手なんかな、こんなもちもちなんだ。でもやっぱその打ち立てなんじゃないですか。ああそういうこと。うん、梅、うわパンプキン感がやばい、甘い。生蜂蜜お味見できますって。もう美味しい話には耳がものすごく聞くんですよ全然聞こえてなかったよ。えって、何何味見え何工場があってですね、このすぐ下でこの地区の中から取れるものがアカシアだったり、クビだったり、ハゼだったりっていうお花から出てきます。でそれぞれ、混ざっちゃう時期があるんですけど、はい、混ざったのがこの百花シーって100種類の花が入りますよっていう。これって加熱を全くしないで生蜂蜜っていうこういう表記で販売をしてるんですけど、はい、食べた時ミントみたいな感じのこうスーッとする後味っていうのがハゼなんですよ。本当だ。なんでこの蜂はこれを。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。うますぎた。ねえ、蜂蜜の知識をちょっと得ました。蜂蜜も買っちゃっただって本当に美味しいんだもん。うちら蜂蜜食したら絶対買ってしまうということで、はい、今回、山梨県の昇仙峡キャンプ場、はい、それから今行ってきた森の駅昇仙峡一泊二日のキャンプ終わりとなります、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ちょっと1日目雨でしたけど、うん、なんかね結局雨でやることはないかったけど、でも地面がやっぱすごい整地されてるから全くストレスなく、ノンストレス、何も汚れてない、ね、ただただテントの中でおこもりではあるけど、はい、何のストレスもなくお酒飲めましたね。うん、好きなことをやってただけって感じですけど、うん、だらだらキャンプを楽しみました。はい、はい、またあの天気いい時にいつか来れたらなと思いますので、1日目の雨のねキャンプの様子は前の動画で上がってると思いますので、はい、ぜひそっちも見ていただけたらなと思います。よろしくどうぞ。はい、他にもですねいろんなキャンプの動画、旅の動画出しておりますので、ぜひぜひチャンネル登録の方しておいていただけたら嬉しいです。よろしくどうぞ。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなり。ありがとうございました。斉藤でした。はい、ありがとうございましたニコでした、ニコ、どっか歩きに行こう。ニニ散歩行こうね。ね、すごいだ行こうね。